はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回はシビライゼーション5秀吉の野望朝鮮出兵続きをプレイしていきたいと思います。文禄慶長の役になぞってですね、今朝鮮半島プサンテグまで進攻を行ったというところまで前回プレイをしてきました。今回はですね、このテグからさらにその先ソウル、さらには高陵、まあ、北にね、上がっていくというのが一つ、あとはですね、このモッポ、ここも今攻撃を行っていて、さらにチョンジュ、ここもね、今攻略中です。朝鮮半島を南からしっかり押さえて北に上がっていくっていうね、そういう方針をとって、ソウルをまず確保する。そして民のね、援軍を撃破していくという基本戦略でプレイをしていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。まずは、ソウル、高陵、モッポにチョンジュ。ここね、取っていきたいと思います。では、部隊の方なんですけども、工場兵器持ってる部隊から順にですね、まずは高陵の方まで、進軍を指示していきます。ぐぐぐぐぐっとね、進んでいきましょう。で、傷ついた部隊はですね、一旦回復に努めて、失わないようにね、気をつけていきたいと思います。工場兵器部隊は、ぐぐぐぐぐっと前に出ていきましょう。兵力を分散するのが果たしていいのかというのはね、もちろんあるんですが、ここは部隊をモッポに向かう部隊と高陵ソウルを狙う部隊と、2つにね、分けてしっかり戦っていきましょう。では高陵の攻略戦始めていきます。侍部隊を突入させて、さらにその後ですね、工場兵器部隊、マスケット重兵、鉄砲隊ですね、これも投入していきます。内政の方はですね、道を今東京、まあ、関東ですね、ここからぐぐぐぐぐっと九州までつなげようというふうに進めてきています。今3都市同時に攻略戦を始めている感じですね。高陵、チョンジュ、そしてモッポと3つの都市同時に攻略しているので、兵力が分散しているのでね、この隙に敵が攻めてこられるとちょっとまずい状況になるので、早め早めにですね、各都市攻略進めていきましょう。さあ、朝鮮の槍部隊、槍兵がやってきているので、これをね、早めに潰しておきたいと思います。攻撃しましょう。なるべくね、味方の損害も少なく、もちろん戦っていきたい、まあ、そういうところではありますからね。さあ、これでチョンジュが取れると思います。チョンジュを侍で制圧しましょう。あとは南側モッポのみですね、都市を併合していきます。これでこのモッポの部隊は、まあ、都市は完全に孤立した状態ですね。まあ朝鮮の船がうろうろしてますが、モッポに関しては時間をかけてじわじわと攻撃をね、仕掛けていければいいのかなと思います。一方高陵の方も攻略順調で、ソウルを攻略するためのね、足がかりをこれから作っていければいいかなという状況です。チョンジュも裁判所を作りましょう。決してね、韓国の人たちに有利な裁定が下るような、そんな生優しい、裁判所ではないですけどね。ここに現れたのが中国か。ついに明がやってきましたね。ソウルを取る前に明がやってきた。ちょっとこれは早かったな。できるだけ早くソウルの攻略始めましょう。モッポは一旦放置して、チョンジュに防衛部隊を置いて、その間にソウルを先に攻撃していった方がいいかもしれないですね。ソウル攻略の方に舵を切っていきましょう。このまま高陵を戻って部隊を立て直したら、一気にソウル攻略にね、切り替えていきましょう。で、ソウルを取ったらソウルで民の部隊を迎え撃つというね、そのパターンでいきましょうか。
ソウルの槍部隊が上がってきたな。あとは朝鮮の船も邪魔くさいな。我々の部隊が攻撃を受けている。道作りは順調ですね。ご覧のように高地からも道がつながった状態です。そしたらここからね、ちゃんと国力をつけるための内政というものをやっていきましょうか。さあ、明の長槍を一体潰しましたね。これでまた一つ強くなった。その部隊を連れていきましょう。ではソウルの方も攻撃をしていきます。ここからソウル攻略を始めてソウルを取っていくっていうね、そういう動きをしていきたいと思います。ソウルが取れればソウルを防衛拠点として明の部隊をね、まあ迎え撃つという戦い方ができるようになるので、まずはちょっとそこまでね、しっかり見極めていきたいと思います。さあ、ちょっと恐れていた蛮族がですね、まあ、この紀伊大和の国付近に現れてしまいました。まあ、部隊としてはあんまり多く部隊いないんですけども、まあ、唯一残っていたこのマスケット銃兵、まあ、鉄砲隊ですね、いわゆる鉄砲隊なんかを使いながらですね、ちょっとこやつらを成敗していこうかなというところですね。まあ、それでもやっぱり強い。こういうところで有効なのはやっぱ侍でしたかね。あとは敵の船が結構対馬を行き来しているようがあるので、これもちょっと早めにね、潰しておきたいなというところですけど、船の数がちょっと足りないですね。制海権が今朝鮮に取られつつあると、あんまりよろしくない状態です。ソウルの1回あたりの都市 の, 防あの耐久力の回復度が思ったより高いので、力攻めするときはもう本当に一気に力攻めした方が良さそうですね。まあ、将軍も近くに入れて、まあ、できるだけ短期間でね、攻撃を済ませるというのが良さそうですね。一気に攻撃を仕掛けていきましょう。ここも工場兵器を2連続で打ち込んでいく。これでようやく4分の1ってところかな。ここは代償覚悟の上でも攻撃して減らしていきましょう。完全にソウルは今包囲をね、した状態なので、この包囲した状態というのをしっかり、まあ、維持していくというね。さあ、ではソウルもうちょっとで落とせそうなので、無理してでも力攻めをしてソウルを取りましょう。韓国の首都ソウルを併合。これで防衛拠点としてソウルをうまく利用していきましょうね。敵の方はこの後ですね、まあ、平壌から先、さらに北京まで、ずらっと明の援軍がいると思います。さらにチョンジュの方にはすでに明の援軍がですね、上陸されてしまっているという状況もありますので、これはですね、まずソウル攻略のために、まあ、消耗した部隊はしっかり回復してから、戦線を整えてですね、ここから無理強いはせずに、徐々にじりじりとまず平壌まで、南はアーモッポを取るというね、作戦を行っていきたいというふうに思います。道の方ももうほぼつながりまして、これでですね、関東から九州長崎まで道がつながった状態になります。これで、
少なからずですね、朝鮮まで兵を運ぶのが楽になる、早くなるというふうに思いますので、まずはね、このスピードを生かした兵力の移動というのを行って、朝鮮にどんどん軍を送り込んでいくということをやっていきたいと思います。まあ、予想通り、ソウルで敵と、ね、激戦になりつつありますね。さらにソウルの後ろからも敵がやってきているので、まあ、うまく挟み撃ちをされないようにしたいというところと、制海権がなくなったことによってですね、プサンが危なくなってます。なのでプサンの守りもしっかりやらなければいけないという状況ですね。なかなかさすがに朝鮮、民両方一気に飲み込むので、ね、簡単ではなさそうです。では今回はね、ここまでにさせていただいて、次回はですね、まずは朝鮮半島ソウルまで、まあ、いわゆる南朝鮮、今でいう韓国にあたる部分をしっかり統治できる状態というのを作ってですね、今侵入してきている敵部隊をしっかり撃退して、続いて平壌を目標に部隊をね、進めていきたいというふうに思います。